とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ようやく出た、ようやくね、お目当てのやつが出ました。これです、ファイアボルトスロア。これはね、もうずっと狙ってて、ようやく出たやつです。まあ、黄金スキルは発射レートの上昇ってちょっと微妙なんだけども、まあ、エンチャントでダイナモと無限がついたので、よしとしましょう。できれば、マルチショットと連鎖反応が欲しかったかな。それが欲しかったんだけども、まあまあまあ、とりあえずの装備っていうことで、ダイナモ無限のファイアボルトスロワー、これでやっていきたいと思います。では、行きましょう。はい。今日は砂漠の寺院のデイリーミッションレベル3、行きます。今回の変更点、プレイヤーがダウンをすればゲームオーバー、1回でアウトっていうことだね。そして、エメラルドはプレイヤーの HP が4になるまで回復する。まあ、その装備をつけてないっけ。あ、つけてないや。うん、つけてないので意味はありません。で、採掘者を持ってるっていうことだね。まあ、とりあえず、この爆発弓、この爆発弓のいいところ、ダイナモが消費されません。苦痛の矢と一緒だね。苦痛の矢と一緒で消費されないので、最初からこれ、ダイナモを20まで上げていくと、だいぶいいです。できれば、やっぱりね、マルチショットがついたり、連鎖反応、その辺がついてくれると、火力がね、ぐっと上がるんだけど、まあ、なかったっていうことで、これで、いきます。まあ、爆弾矢はね、結構、弾数が少ないので、無限はついててほしいところなんだよね。はい。では、行こう。ちなみに、20までダイナモを貯めると、1億ぐらいダメージかな。あ、1億はギリギリいかないぐらいか。ただこの力のポーション、これが入っちゃうと、1億超えます。1億6000万か。はい。なかなかいいよ。危ない危ねえ。ただただ、こいつらは、ちょっと戦いにくいので、注意しながら行きます。じゃあじゃあもう、あー、力のポーション出てほしいな。力のポーション出てほしい。じゃあじゃあ、いいね。おい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 、全然沈まねえじゃねえか、お前たち。沈まないね。あー、もう嫌なやつがいるし。嘘でしょ。ちょっと待って、ここまずい。よっ、ちょっとマジきついって。ちょっと待って。よっしゃ、嘘。ダメージが全然早っ。これはきつい。よっしゃ、取る？もう取るしかないでしょうよ。脅威が増加か。まあ、それぐらいだったらいけるね。あー、危ない危ない。しっしょ。やっぱりね、連鎖反応とかがないと、ちょっと、飛びにくいなぁ。あ、でも、力のポーション出てきてくれたから、これで、ちょっと楽になるや。うん。力のポーションないとマジきついんだよね。オッケーオッケー。普通のやつだったらいけるよ。普通のところだったらいけるけど、このね、デイリーレベル3は、HP が、普通のダンジョンよりも、1.2、3倍多いよね。嘘だろっていうぐらい硬いのよ。うん。ここで、あれ、旗持ちのやつ。うん。キャプテンの、昔からいるやつよ。あのキャプテンが出てきた時はもう絶望やね。もう、ワンパンでやられるし、HP もエグすぎるんで、あいつが出た時はもう終わるね。危ない。これ、弓、お前撃ってくる気やろ。じゃあ、お力ポーションが抜けたけども、OK。危ない。よーし。
まあまあいい感じじゃないですか。いい感じいい感じ。強制戦闘もここあるからね、ちょっと注意するところが多いんだけども、あーよろしくない。このどっちの向きでもさ、もう早く入れるようにしてほしいよね、あそこのところに。まだ未だにこの入れないっていうのが辛いわ。よし、じゃあまあ進んでいきましょう。あ、ちょっと待って、ここなんかいるよな。レッドストーンゴーレムか、なんかいるか。あ、いない。お、それちょっと意外だわ。絶対いると思ったらいなかった。おっしゃ、あ、お前らか。おお、早い早い、お前ら動き早いって。もうなんか黄金じゃない普通のね、このユニーク装備が出てもそんなに喜ばなくなったよね。うん、まあ防具は嬉しいよ、防具は嬉しいけど、武器に関しては全然なんともなくなった気がする、俺としては。おお、よし、まあまあとりあえず先に進みますね。よし、そろそろボスだね。よっしゃ、結構矢も残ってます。ああ、結構出てきてくれたからね。これでボスも大丈夫でしょう。80発はやね、十分。いや、敵のね HP が分かんないんだけどね。まずどんくらいあるんだろう、どんくらい、10億ぐらいかな。10億ぐらいだったら8発ぐらいでいけるんだけども、いや分かんないね。どうだろう。まあとりあえずザコは一撃で倒せると思うんで、ザコを倒しつつ、ボスもしっかりと狙っていこうか。食らわなければ、うん、まあ問題ないでしょう。はい、来なさい。最初、飲んどくか。最初飲んどこうか。しゃ、オッケー。あ、あんまりダメージ入んない。あ、思ったほど入んないや。あ、オッケーオッケー。そうかそうか。力の、あら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 、嘘挟まれた、挟まれた。よし、ボスまで来ました。今回はちょっとね、準備していく。うん。この力のポーションをばらまいて、それでやっていきます。ちょっとさっきのはさ、あれはなしだわ。ほんとに。あれさ、いかん。ああ、俺の周りに全部出てきて、総攻撃食らって一瞬で終わるって、そんなんなしだろうよ。あ、呼び起こして、透明化して、で、近くでドラを使おう。うん、近くでドラ使っちゃおう。どこいる？あ、いた。しゃあ！あ、やば、やば。あ、もうどこ？おったおったおった。やっぱドラの効果はすごいわ。ドラの効果はすごいな。はいはいはい。では、これはね、ゴールに着くまでが、このダンジョンだから、ゴール着くまでがね、結構エグかったりするんで、ここ最後頑張っていきましょう。まあまあまあ、矢もね、全然余ってるし、余裕でしょう。うん。HP 吸収がついてるんで、全然ね、食らいながら進んでいけます。ゴリゴリ回復するからね。じゃあ、おお、いいね。ん？あ、ファイアボルトスロワーは、あ、そうか、もともとが、連鎖反応ついてたか。あ、そうだ、もともとこれ連鎖反応ついてるんだ。はいはい、なんかバラって出るときあるなーって思ってたんだよね。そうだったわ。これ連鎖反応だ、もともとが。いやー、よかった。とりあえずクリアです。報酬なんでしょうかね。弓矢だったね、確か。報酬は。なんだ？嘘でしょ？嘘？まあまあいいけど。ダイナもついてるけども、そうね。いやー、ダメだよ。クールダウンショットがついてれば、ダイナモと合わせてなかなかいいかなと思ったけどね。こっちの方も、よろしくないな。はい。
まあ、とりあえず今日はですね、この装備、ファイアボルトスローは爆弾弓だね。爆弾弓のダイナモ付き、使ってみました。むちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強い。苦痛の矢はね、3発撃って、次装填するときに若干時間かかるし、間違えて撃っちゃうと、それでダイナモが消えてね、ちょっと大変なことになるんで、まあ大変なことにもならんか。でもこのダイナモは、ダイナモじゃない、この爆弾矢のダイナモ。これは最高。最高です。うん。撃ち損なったとしても、このダイナモが消えることはないんで、常に、こんぐらいのダメージ、これをね、与えることができます。めちゃめちゃいいね。ただ、弾数は少ないので、まあ、そこそこ慎重になる必要はあるかな。はーい。では、こんな感じです。またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。